あたりで狩りや漁をしています。私が密漁したって誰もそうはしませんが、市長一人が全部の鹿を食べられる。行くわよ。今のお前のものだ。それだけ？対しない人生の調べとは何か。お前はロースに値しすべき運命を免れない身だった。しかし我々が人生の浮き沈みをよりよく理解できるかもしれないと、彼は自ら今ある生に見切りをつけたのだ。潮の満ち引きを通してこの宇宙に我々は再生を見出すのだ。ラビニアの魂と全ての現世を離れた魂にエセリウスによる安らぎを。いつか我々も永遠なる時の流れの中で再び出会えることを。クストはファルクリースにて墓地を。そうだ、大戦の後私はアーケイの啓示を受けた。多くの者が私の手魔術で死んでいった。クストやファルクリースの人々が仲間のように受け入れてくれたので感謝している。この年老いたエルフの頼みを聞いてくれ。間違って洞窟に日記を置いてきてしまった。礼はするから取ってきてもらえないか。アーケイの祝福を。知っていることの一部をお教えしよう。だが気をつけよう。アーケイの慈愛にかけて違う。この墓地を一人で番をするには年を取りすぎているし、第一ここは広すぎる。クストという者が助手をしている。墓地の世話をしたり掃除をしたり、最後の安息の場所にふさわしくするための手伝いをしてくれているのだ。なんて時代だ。とても大事なものなのだ。実直な仕事にはふさわしい報酬を。そうだね。理由は説明できないが、妻と自分は何か邪悪な魔法がかけられてるのではと考えている。あるいはアーケイの影響が強く、アーケイがこの状態を望んでいるからかもしれない。娘だよ。まだほんの子供だった。かわいそうに10回目の冬を迎えられなかった。娘はズタズタに引き裂かれていた。まるでサーベルキャットに殺された鹿のように。埋葬しようにも満足に亡骸も集められなくてな。シンディングだ。渡りの労働者らしい。至ってまともな男に見えたのに、処分が決まるまで地下牢にぶち込んでやる。奴の顔を拝む勇気があるなら見に行くといい。一体どうしたらこんな真似ができるって言うんだ。あれは古い墓地でな、この町ができるよりも前からあるんだ。自分は学者じゃない。戦のたびに死人が埋葬され、墓場は次第に大きくなった。今じゃスカイリム最大の墓場らしい。なぜあんなことができるのか。お前のようなよそ者が戦争を呼ぶ。もうたくさんだ。何も問題ないか？誰かを埋葬、信じられないくらいの死者を埋葬してきた。パルクリースはその墓場で有名だ。ちょうど馴染みの戦友のベリットを立派な仮装で葬ってやったところだ。あの石頭は冷たい土の中に捨てられるのを嫌がってたからな。遺灰をアーケイにいるルニルという司祭に渡してくれるか。あいつはベリットの魂にぴったりなお祈りをしてくれるだろう。ありがとう。クストはファルクリースにて墓地。ああ、それはベリットの灰か。実に素晴らしいやつだった。立派に年を重ねられる兵士はそういないものだからな。届けてくれてありがとう。彼にふさわしい葬式をあげてやろう。さあ、これはほんのお礼だ。人生はとても短いものだ。お前は見かけほどバカじゃないな。なんてこと。パルクリースのハンサムさんじゃない、心に歌を。デッドマンズドリンクへようこそ。これはほら、これを見て。市長の手下がここに来て手配書を置いていったわ。スカイリムの人々は魔法を好みません。教師を探せる場所といったらウィンターホールド大学くらいです。私はかつて市長の地位にあった。しかし身を引くように勧められたのだ。ストームクロークの肩を持った時にな。帝国の陰謀に違いない。私に対してではない、パルクリース全体に対してだ。帝国の犬どもが我々一人一人を見張っているのだ。昨日の晩、鍛冶屋のロッドが手紙を書いているのを見かけた。多分ソリチュードとテリウス将軍に報告してるんだろう。お前はスカイリムの味方か？ロッドの家に忍び込んで手紙を取ってこい。よし。ああ、それほど古い話ではない。私が年を取ったから身を引いたという者もいるだろう。本当はパルクリースをうろつく帝国のスパイどものことを知ったからだ。奴らは賄賂を収めるべきところに収めて味方を得たのだ。突然貴族たちが新たな市長の選出を求め出したが、その間奴らのポケットには帝国の金がうなっていたというわけだ。奴らは私を重視に貶め、代わって甥のシドゲイルを市長に据えた。シロディールの頼れる味方だよ、あいつは。言葉に気をつけろ。帝国は町中にスパイを放っている。よく来てくれたな。なぜあんなことができるのか。他のものとは関わらずにインダラと2人で農場を経営しているんだ。ようこそファルクリースへ。スカイリムの真の子供たちなら大歓迎だ。しまい込んじまってるかもしれないからな。ファルクリースで唯一本物のノルドはいや、ちょうど昔のことだ。今は違う。ウィンドヘルムの近くで小競り合いがあって、そこで怪我をしたんだ。もう何年も前の話だ。今はもうウルフリックの名のもとに剣を取ることはないが、彼の理想には共感している。スカイリムは我々が統治すべきノルドの土地だ。帝国の助けは一切必要ない。名はボルンド。川を下った先の製材所で働いている。あいつに会ったとしても話ができると思わない方がいい。とにかく無口で人見知りなんだ。見てってくれ。この店で盗み、働けば後悔することになる。何か欲しい。なんだ、なんのよ。ボーランドは戦争とストームクロークについてよく話すが、奴はそれをもたらしてる正体を分かっているのさ。大変だって。こっちは主張だ。肉汁滴る肉を食べ、最高級のビールを飲み、剣舎でトップクラスの猟犬を使って狩りをする。その間、とびきり優秀な執政が平民の要求を聞き、ここの運営がスムーズに運ぶようにしている。主張の暮らしはこの上なく簡単だ。いつか試してみるといい。叔父のデンジェールが最近まで主張だった。老いて身体の衰えを感じてきたから身を引いたってわけさ。叔父は現在住所を立派に務めている。そしてこの要塞の利益を最大限に考え、自分が主張になったんだ。また会いに来てくれ。また何か頼めるかもしれない。ストームクロークは自由を求めてるが、自由の代償については理解していない。誰であろうと主張は守る。また何か頼めるかもしれない。ファルクリーズの儀式はこの地で戦争があったことを思い出させてくれる。帝国軍はいつも強くて言う。質問の意味がわからないな。帝国軍は前からスカイリムにいる。帝国の領土全域にわたって防衛部隊が配置されているからな。我々の使命は帝国に仕え、法の秩序を維持し、市民を守ることだ。スカイリムは暗澹たる日々が続いている。そして帝国軍はかつてないほどの戦いに、間もなく従事することになるだろう。しかし常に備えはできている。本城は座っている方か？正直なところ、帝国軍は全く人手が足りていない状況だ。我々も手一杯でな。死んだ王、反乱、さらには新たなドラゴン、スカイリムは混乱状態だ。本気で考えているのならソリチュードへ向かえ。帝国軍の本部がドール城にある。我が軍を統括するティリウス将軍がそこにいる。しかし話はリッケ特使を通せ。彼女が現地採用の担当だからな。それはウルフリックが起こしたストームクロークの反乱のことか。ノルドの王、いや、市長たちは民衆を抑えることができていないらしい。だから帝国軍が事態の沈静化に乗り出したんだ。悲しいことに最近の帝国は自利品だ。投入される増援も非常に限られている。だから人員を現地採用せざるを得ない。でも心配はいらない。我々がこの反乱を鎮圧する。そうすればまたすぐに全てが元通りになるだろう。また今度。誰であろうと市長は守る。昔はお前みたいな冒険者だった。こっちは味方よ。この吸血鬼の攻撃を何とかしなければ。私がここの執政よ。シドゲール首長に仕えているの。その前はデンジェール首長に仕えていたわ。見事ね。素晴らしい働きだわ。さあ報酬よ。私を執政にしたのはデンジェールよ。もうずっと前、彼が若かった時にね。デンジェールが病気がちになって、若いシドジェールが代わりに首長に任命された。私を執政としておく方が楽だったのよ。シドジェールは要塞の管理に全く関心がなくて、私に任せていたの。私は人々が公平に扱われるよう全力を尽くしているわ。何世紀にもわたり、ここでは数々の戦闘が繰り広げられたわ。墓が掘られ、記念碑が作られ、やがて周辺に町ができていったのよ。やがてファルクリースは英雄たちの墓場として知られるようになった。高貴な首長や有名な戦士たちが死んだらここに埋めてくれというほどにね。ファルクリースの名声はちょっと色あせたけれど、墓地は残っている。人はいずれ死ぬという事実を思い出させてくれるの。英知があなたの行く道を照らし続けますように。会えて嬉しいよ。やっと使えるやつが来てくれたか。優秀なのは分かった。ここに山賊グループがいる。実は奴らと密かに取引をしていた。当初もらっていた分け前は良かったが、そろそろ潮時だ。片付けてきてくれ。よし。山賊を全員始末しろ。一人残らずだ。ずっと探してたんだ。あんたに直接届けるものがあってね。ちょっと待ってくれよ。首長からの手紙だって。世界中を旅して回ってるんだね。これでよしっと。じゃあ行くよ。いや、ないよ。これを預かってくれ。後で取りに来る。礼は弾むからなくさないでくれよ。乾杯だ。もう大丈夫だ。たった今誰か走っていかなかったか？そうだ、どこで見つけたんだ？ああ、いや、まあいい。ほら、大した金額ではないが心ばかりのお礼だ。あの泥棒を見つけて殺してやる。その首を取ってやる。おめでたいやつだ。る場所じゃないわ。痛い目に遭わせてやる。もう終わりか？それだけか？多くに打ち勝てる者などいない。釣りは芸術だ。やらな真似をすることなく、向いて立ち去る。考えてみたら、今のは何だ。お遊びはこれまでだ。それだけ？外で犬を見たか？ほう、鍛冶屋が道で見た犬に賞金をかけたんだ。お前が見ていればと思ったんだが。見張りを続ける。ここにいる間は面倒に巻き込まれないようにな、よそ者。そこのあんた、ドーンガードは増しつつある吸血鬼の脅威と戦う気のある者は誰でも受け入れている。興味はあるか？お、気が変わったのか。あんたならドーンガードの一員として活躍できるかもな。我々は吸血鬼ハンターを使命としている。あの化け物どもがどこにいようと探し出して排除する。周りを見ていないんだな。ここらにいる連中はほとんどがそうだが、万人の間が吸血鬼たちに壊滅させられた話は聞いてないのか。奴らの脅威を甘く見ていた代償が高くついたな。万人らは主にデイドラの崇拝者を買っているのだが、だからこそ吸血鬼を相手にした時に壊滅させられてしまったのだ。故に我らの長であるイスランが本格的な吸血鬼ハンターの組織であるドーンガードを再興させつつある。イスランに気に入られそうだな。リフテンの南東にあるドーンガード砦にいるから会ってみるといい。ドーンガードにふさわしいかどうか見てくれるだろう。いとこはドラゴンとの戦いに出てるんだが、こっちは警備人。この墓地に眠っているのはバルクリースの子供たちだ。ノラの猟犬を見なかったか？毛並みが良くて立派な図体をしたやつが町の近くをうろついてるんだ。門番たちに探してくれるように頼んでおいたんだ。自分で捕まえる暇はないが、ああいう獰猛で忠実な獣をお供にするのも悪くないからな。捕まえてきてくれるなら新鮮な肉を渡すから、それで釣るといい。ありがたい。うまくいったらいくらか包むよ。さあ、この肉を使うといい。町外れの道を探してきてくれ。会えて嬉しいよ。これで奴らも思い知ったろ。受け取れ、当然の褒美だ。いいことを教えよう。君のことは好きだ。自分の手を汚すのも厭わないからね。ファルクリースの土地を購入する許可を与えよう。買い物がしたかったら私の執事と話をしてくれ。新しい重視の枠が空いている。名誉として与えられる肩書きだが、お前のようなものなら有効に活用できる特典がある。しかしこの肩書きを与えられるのはここの誰もが知っているものだけだ。町の人々を助けてくれたら従事にしてやろう。では行け。また会いに来てくれ。また何か頼めるかもしれない。近頃じゃこの道を通るのは威勢のいいものだけだ。この戦争はスカイリムの血を一滴残らず絞り取る。そして誰も得をする者などいない。ここはお前のいる場所じゃない。これで言うのは最後だ。出ていけ。進行さあ。出て行け。私はかつて市長の地位にあった。しかし身を引く。なんだこりゃ、暗号か何かか。掘り出せるだけの鉄の鉱石がいる。スパイをしていたわけじゃないが、帝国がロッドに剣と鎧を増産させていることは確かだ。よくやった。受け取ってくれ。墓場が荒らされていたのは見たろう。町の者は死体泥棒の仕業だと思っている。本当はもっとまずい状況だ。あれはビグハールの墓で我が祖先だ。何百年も前の人だ。奴は吸血鬼でもあった。我が一族の役目は奴を墓に留めておくことだったが、最近何者かがワードストーンを盗み出し、ビグハールが脱出した。ワードストーンはもう無意味だ。ビグハールを倒さねばならない。表沙汰になれば我が一族にとって大変な恥だ。よし、奴はシュリークインド砦に逃げ込んで仲間を集めるはずだ。言葉に気をつけろ。帝国は町にスパイを払っている。会えて嬉しいよ。では主張としての権利を行使して君をファルクリースの従事に任命しよう。おめでとう。君には私兵と役職を示す記章として私の武器庫からこの武器を与えよう。また衛兵にはあなたの新たな肩書きを通知しよう。もう大衆の一人と考えてほしくないからな。また会いに来てくれ。また何か頼めるかもしれない。なんだ、何の用だ。市長があなたの私兵に私を任命したの。お仕えできて光栄だわ。また今度。また会いに来てくれ。また何か頼めるかもしれない。シドゲイルはろくに話も聞かずに行動する時もある。地方を恐怖に陥れているドラゴンに市長が賞金をかけたの。詳しいことはこの布告を見てちょうだい。空き家はありませんが有料な土地をお売りできます。そこに自分の家を建てられますよ。後悔はしませんよ。これが農場の権利書です。ファルクリースから東へ道を進み交差路を北へ、パインウォッチを越えたら左折します。英知があなたの行く道を照らす。続けますように。